ちょっとせっかくなので、今日は僕らも一緒に混ざって演奏したいなと思うんですけども、いいでしょうか？できるけこれ。ちなみに3年前合奏した時はリコーダーがユータ、鉄琴がレオなど7つの楽器をそれぞれ担当して花に挑戦。即興で練習し、体育館に集まってくれた生徒の前で披露。今回ですね、はい、先生、比較的参加可能な楽器を集めていただいたということなんですけども、皆さんにもちょっとやっていただきたいなと思いまして、ありがとうございます。今回ちょっと楽器を7つですね、はい、選ばせていただきます。私の方でちょっとこう合うかなって思って、もう担当も決まったんですけど、はい、そうです。あれマジですか？担当まで決まってるんですね。はい、ちょっとじゃあ、はい、お伝えしてもいいですか？はい、お願いします。小麦くん、はい、タンバリン。おわタンバリン、タンバリン、いやいい味になってるよね。アラン君、はい、ギターです。おお、ギター。むずくない？笠原君、はい、ドラムセット。あ、よいしょ。ゆうた君、はい、ボンゴという楽器なんです。ボンゴ、ボンゴいる。あ、ボンゴ、あ、楽しい。バンガオ、バンガオ、バンガオ、バンガオ。壁寄せくん、はい、エレキベースの方。おー、エレベ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 めっちゃかっこいいじゃん。エレベイメージないな。レオくん、はい、シロボンというか、シロボン、シロボン、どれ？敵、まさか敵だ。俺また敵や、俺また敵やんの。まあ、自己紹介でジェネレーションズ鉄筋担当って言ったから、ね、また言わなきゃよかった。鉄筋担当なんでね。そしてラスト、そして最後メンディ君がコンガでお願いします。コンガ、コンガ、コンガ、あのね、ね、コンガね、わかるよ、コンガ、ありがとう。イエーイ、いや、いいね。大丈夫ですよね、皆さん。はい、ドラムセットだったりとか。あ、リコーダーじゃなくて大丈夫だっけ？俺もちょっとリコーダー来るかなと思ってんけど、いつもの、いつもだったリコーダーか。これは聞こえへんやん。聞こえへん。無理やな、管楽器の。大丈夫です。じゃあそれでは生徒に手伝っていただいて、それぞれ練習していきましょうか。はい、おっしゃ。ちょっとギターできるかな。お願いします、お願いします、お願いします。制限時間はたった30分。生徒たちに協力してもらい、練習スタート。この楽器なんですけど、まず座ってもらって、うん、足開いてもらって、自分の方にガッてして前に倒します。これ前に倒すんだ。はい、叩き方なんですけど、手をこう丸め、丸くして、うん、こう角に当てるように。大丈夫、ちょっと読めるようになってきた、楽譜が。そしてライブでもドラムを披露しているリュウトは、めっちゃ久しぶりに叩くわ、ドラム。少年クロニクル以来かな、だからもう3年ぐらい。その後もなんかスタジオ入って遊びで叩いたりとかはしてたんですけど。なるほどね、ずっとキープね。うわ、難しいな。あー、あ、違う違う違う。あ、これややこしいのよ、これ難しいねんな。ドラム経験者のリュートでも力の限りの演奏に大苦戦。これな、いや、むずすぎるってこれは。まずその隣で練習しているボンゴ担当のユータは、叩き方なんですけど、あ、うん、でもそうなんや、そこで。あ、こんな感じで。むず、こうやって叩くだけかと思ってた。
そんな叩き方してんねや。両手を使って演奏します。 OK。 ああ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 あ、ゆうたはリュウトのドラムに合わせて練習してみることに。なるほど、ドラムと合わせたらできるな。めっちゃむずいですよ。30分足りる？俺ね、タンバリン何回かやったことあるよ、吹奏楽部で。一番早い練習法は何？曲聴いた方が早い。ここだとうるさいのか、これがいるから。ちょっと分かんないね、ドラムがいるからね。ハヤトたちは音が聞こえやすいように外で練習することに。ファイファイ、ここまで。これ以上は見せられません。ジェネコフレはアベマ限定で公開中です。続きが気になる人は、ここをタップしてチェックしてください。皆さん見てください。すいません、間違えました。